皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。シネマコミュニケーター、高橋由紀です。高橋由紀の配信。今日は、一人語りやってみたいと思います。はい。一人語りはね、どっちかというと、最低5分は話せるような気に入った作品を選んでご紹介するんですけども、今日はですね、2月23日金曜日、祝日、天皇誕生日から公開になります。内田秀治監督、土屋太鳳さん復活作ですね。そして SnowMan、佐久間大介さん主演、映画マッチングです。はい。いよいよ来ましたよ。SMILE UP のね、所属のタレントさんの映画も、いろいろありましたけどもね、今年になってから割合、1週間おきとか、また2週間おきに公開になってますけども、今週はいよいよ佐久間くんの登場ですけどね、これね、まあ、あらすじを少し言わさせてもらいます。で、予告編もこの YouTube の詳細のところに貼り付けてきますんで、見ていただきたいんですけど、あんまりですね、情報を仕入れないで見た方がいい作品です。どちらかというと私はですね、あらすじ言うのは 下手なので ちょうどいい作品ですけど、まあ、これはホームページとかに出てるね、あらすじを言いますと、まあ、土屋太鳳さん演じる主人公は、ウェンディング・プランナーなんですね。なんかこう、人の幸せを演出するっていう人なんですけど、でも、自分には、ちょっと恋愛には奥手なんで、彼氏とかいないんです。そして、親友で同僚のナオミさんの勧めでですね、マッチングアプリに登録するわけですよ。ね、今入りの、というか、まあ、してる方も多いかな。ですけど、そうしたら偶然にもそのマッチングの、まあ、プロフィール写真が男前だった佐久間さん演じる友達なんですよね。はい。そしてなんか会うとですね、暗い男だったわけです。そしてね、誰でもいいっていうことじゃないんで、リンカはね断るんですけども、そっから彼がですね、次いつ会えますか、付き合いますか、次いつ会えますかのですね、LINE かな、LINE が来て、こう、半分ストーカーみたいになるわけです。まあ、初めはその、まあ、LINE ストーカーみたいな感じだけだったんですけど、ね、で、結局それがちょっと困って、ちょっと恐怖を感じちゃったので、取引先でマッチングアプリを運営しているプログラマーの影山さんに助けを求めることになります。これ金子信明さんが演じますけどもね。そして、まあ、そのちょうどその時にですね、同じことアプリコンした夫婦が、アプリコンって最近あるんですけどね、が、殺されるっていう事件がありまして、世間を騒がせていたんです。ね、やはり普通の恋愛もの方がいいかなと思いながら、この、まあ、アプリの出会いもあるんやなと思いながらするんですけども、さあ、結局リンカはこのトムとどうなっていくのかっていくのが冒頭のあらすじでございます。はい。まあ、ここまでにね、内容しとってもいいと思います。もうこっからはね、そうなんですよ。もう、転がっていく2点、3点、4点、5点、6点、7点、8点、9点、10点ぐらいまで、後半、ラストまで進みます。あまり余分なことを仕入れないで、素直にこの映像に見ながらですね、予想不可能です。多分予想したあらすじはですね、最後まで裏切られます。ものの見事に私はですね、裏切られまして、内田監督と言うとね、サイレントラブっていうのがね、浜辺さんと、平成ジャンプの山田君でね、なりまして、それも私見ててね、何回もええーっていう驚きがあったんですけど、今回のマッチングもですね ええーっていうのがですね、何回も続きました。はい。でもそのね、ええーって言うてる間に、また次の映画来るんでですね、もう大変な映画でして、もう最後まですごく楽しめました。本当に、そっから先はですね、劇場で素で見ていただいて、
騙されてください。素直に騙されてください。騙し映画。騙しっていうよりも予想不可能映画ですね。多分こうなるだろうな。まあ、チラシのイメージとかね、多分予告編のイメージで皆さん勝手に話を作って、全然その方向にはいかないです。これはすごいなっていうアイデアでした。私は100%、後半戦と結末にマッチングしませんでした。かすりもしたかったということです。で、このチラシにもね、ちょっと見えにくいですけどね。載ってますね。ラスト1秒。あなたの愛が反転する。はい、これもですね、皆さんね、味わっていただきたいと思います。この、まあ、愛が反転するという意味がですね、私自身ももうラスト1秒でね、鳥肌が立ちました。もう今、喋っても、鳥肌が立ってきたんですけどね。ぜひとも、これはね、もうとにかくもう早く公開したり、早く見に行ってもらって、金土日くらいでね、見に行ってもらってね、あんまり、そっからもう人に言うときには、やっぱり、ネタバラしないように喋ってほしいですし、SNS 投稿するときもですね、もう面白かったよっていうぐらいでいいと思います。これもそれ以上言っちゃうとね、いろんなのが半減しちゃうんで、素直に、はい。映像を楽しんでください。まあ、角川ホラー文庫っていうのが原作なんですけど、まあ、ホラーっていうよりもサスペンス、スリラーかなっていう感じで、そんなに極端に怖いって思うシーンはないですけどね。でも、ただ映画全体が見終わったので、その怖さっていうのが、キャーっていう怖さじゃなしにね、また違った意味の怖さになってますんで、その辺はぜひとも劇場の方でご覧いただきたいと思います。私は角川映画さんの紹介でオンライン社で拝見、一足先に拝見させていただきました。23日以降、わーわーなりますように、微力ですけども応援したいと思います。2月28日金曜日祝日から全国ロードショー公開です。ぜひとも劇場の方で足を運んでください。あなたの予想のマッチングは合うかな？絶対合わないと思います。はい。私、なんかこう自分が見たんで、もう嬉しさだけが出てますけどもね。よければ、ぜひとも。今週末も、まあ、今もいろんな映画公開されてますけども、ぜひとも見ていただきたい作品です。よろしくお願いします。では、またお目にかかりましょう。お相手は、シネマコミュニケーター、高橋弘樹でした。どうもありがとうございました。